松野博一官房長官は4日の記者会見で、3日に北朝鮮の弾道ミサイルが日本上空を通過しなかったにもかかわらず J アラート全国瞬時警報システムが出されたことや、発令が遅かったとの指摘があることについて、関係省庁でシステム改修を含めて検討していると明らかにした。松野長官は3日の弾道ミサイル発射については、日本列島を越えて飛翔する可能性があるものを探知したと防衛省から伝達があり、その後今回探知したものがデータから消失した可能性があるとの伝達もあったとした上で、その段階において国民に危険性を速やかにお知らせすることが適切と判断されたことから、 J アラートおよび M ネットでその旨を公表したが、その後結果的にミサイルは日本列島を越えていないことが確認されたと説明した。そしてさまざまな情報がもたらされる中で、可能な限り速やかに J アラートの送信を行ったが、 J アラートの送信時間を一層早めることなどについてさまざまな意見もいただいていることも踏まえ、関係省庁が連携してシステム改修も含めた改善策を検討をしていると述べた。